はなべさん、こんにちは。それでは今回なんですけども、PayPay でツルハドラッグにて特典4つお得なキャンペーンの使い方ということで、今回はツルハドラッグでかなりお得にお買い物ができたので、そちらについてお伝えしていこうと思います。早速なんですけども、現在 PayPay は6月のワクワク PayPay というドラッグストアに、特化したですね、キャンペーンがあってるのはご存知かと思うんですけども、今月の6月の10日からツルハグループにて PayPay が使えるようになったので、早速行ってきました。で、今回お得な特典4つというのは、以前にも LINEPay の時にも少しお話をしたんですが、今回 PayPay の場合は、ツルハドラッグのポイントが貯まる、そして楽天ポイントも貯まる、で、PayPay で 20% の還元を受けることができる、そして初めてツルハのポイントカードを作ったら、こちらの 10% オフのクーポンをもらえることができるんですね。で、これで合計で4つとなっています。で、ここからは少し詳細をお伝えしていこうと思うんですけども、こちら視聴者さんに教えていただいたんですが、しっかりとツルハの公式ページも記載がありまして、まず楽天ポイントカードとツルハグループのポイントカードを2枚同時にご提示いただくと、楽天ポイントとツルハグループのポイントの両方が貯まるということになっています。もうこの時点でかなりお得ですよね。で、先ほどお伝えしたツルハの 10% オフのクーポンについては、ツルハのポイントカードですね、独自のポイントカードを作成した日にもらえます。で、その日のお会計ではもちろん使えますし、1ヶ月間で合計3回使えるのでさらにお得ですね。で、店舗によってはこのようなクーポンがあったりなかったりすると思いますので、事前に確認することをお勧めいたします。なので、こう考えると、ツルハのこの 10% オフと、1ヶ月しか使えないんですけども、これとあとPayPayの 20% 考えると、初めてのその1ヶ月間は 30% の還元を受けれるって考えたら、めちゃめちゃお得ですよね。そして PayPay の対応店舗なんですが、ツルハドラッグ、薬の福太郎、ドラッグストアウェルネス、ウォンツ、薬のレディなどですね、先ほどの 10% のオフのクーポンがなくても、基本的には PayPay と併用すれば特典の3つは受け取れると思います。ということで、今回の動画いかがだったでしょうか。ツルハドラッグで特典4つもらえるということでした。ツルハドラッグはですね、普通にドラッグストアで売ってるもの含めて、例えばこう食材とか、いろいろ調味料とかお米とかですね、売ってたりするので、本当大変助かりますね。まだPayPayのキャンペーンも約半月ほどまだ残ってますので、うまくこういったドラッグストアを使ってうまく活用してみるのもいいのではないのかなというふうに思います。ということで、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あとツイッターもしてますので、ツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで、本日はご視聴どうもありがとうございました。